東京都の井の頭恩賜公園です。私今回の桜前線追いかけ旅では車を持って行ってましたので、東京都の宿をですね吉祥寺にしました。車を何日間か止めさせていただける駐車場のついたホテルということで吉祥寺のホテルに泊まったんですけれども、そのすぐ近くだったんですね。この井の頭公園の桜はやはり早かったですね。人出はとてもたくさんありました。